こんにちは、みずきです。今回はデパコスの購入品をご紹介していこうと思います。はい、ということで秋の新作コスメをいろいろ買ってきたんですけど、私普段はディオールとかエスティローダーなんかそういうデパコスしか買ってなくて、今回は普段買わないようなブランドを買ってきました。まずポール&ジョーコスメデコルテで、これはねちょっと番外編なんですけど、ジョンマスター、ほんと普段ねあんまり買わないようなブランドなのですごいワクワクしてます。ではまずポール&ジョーからご紹介していきます。はい、こちらポール&ジョーパールファンデーションプライマーの004番です。はい、こちらは9月1日に発売されたものなんですけど、じゃじゃん、こういう感じの下地です。黄色と緑と白のたまたまみたいなのが入ってて、もう見た目から可愛い。正直これは発売される前からもうずっと狙ってたものです。でこれ下地なんですけど、美容液も入っていて本当に保湿が高めの下地です。出してみるとこういう感じで、まあ透明感のある下地なんですけど、こう少しだけ緑がかってるので肌補正というか赤みが気になってる方用の下地だと思います。わかるかな。すごい細かいパールも入っていて、こうツヤ感のある仕上がりになります。で香りもマスカットの香りですごくいい香りです。私はこの緑の方を買ったんですけど、この赤もあります。これは顔の血色が欲しい方におすすめだそうです。で保湿に関してはちょっとこっちの方が高めですかね。これ両方ねちょっと香りが違ったので、私もねすごい迷ったんですけど、最終的にはちょっと香りで決めてしまいました。まあ、たまにニキビもできるし赤みもあったりするので、まあ、こっちだけで良かったのかなとは思ってます。こちらまたメイク動画の時に使います。はい、続いてこちらです。ポール&ジョーのラトゥエクラファンデーションプライマーの N01 番です。はい、またまたベース系です。まあ、これはね秋の新作コスメではないんですけど、個人的に欲しかったので買ってきました。はい、こちらも先ほどと同じように化粧下地と美容液が入っていて、これはね UV 効果があります。 SPF20 の PA2+ です。あのポール&ジョーの化粧下地ってこう3つ種類があるんですよ。このモイスチャライジングファンデーションプライマーとプロテクティングファンデーションプライマーで、今回私が買ったラトゥエクラファンデーションプライマーで、これ一つ一つこう全然用途が違って、まあ用途というか肌質ごとにこう作られていて、保湿タイプと皮脂崩れタイプと両方兼ね備えたタイプがあるんですけど、私が買ったのはその両方兼ね備えてるタイプを買いました。なのでまあ500円くらい値段も変わってきます。私前はねこれを使ってたんですよ、保湿系の下地。ただね肌質がどんどん変わってきて、まあ、今はねその下地使ってないんですけど、これは保湿も皮脂崩れもツヤ感も兼ね備えてるということで、色味はこんな感じですね。ちょっと白っぽいピンクっぽい感じで、こうしっかり肌のトーンアップもしてくれます。でこれね結構多めのパールが入ってるので、本当にツヤツヤした仕上がりになります。もちろん保湿もされてるんですけど、こう保湿のツヤツヤ感というよりはこのパールっぽさでツヤっとなってる感じです。もうちなみにねこれ1回使ってみました。この下地を使ってその後にリキッドを使っていったんですけど、その結構強めのパールっぽさはリキッドで抑えられて、いい感じのツヤ肌になりました。あの確かね昨日の動画この下地使ってるんですけど、今日の肌の見え方と多分全く違うと思います。本当にパッと見で分かるくらいのツヤっぽい仕上がりになって、さらに皮脂崩れもしにくいということで、ツヤっぽいベース作りたいんだけど皮脂崩れもしたくないって方にいいんじゃないかなと思います。こちらもメイク動画の時に詳しく説明しながら使います。はい、続いてコスメデコルテいきます。デコルテでは気になってたものを一つ買いました。はい、こちらコスメデコルテザ・ルージュベルベット BR301 番です。はい、こんな感じのスティックタイプの口紅です。色味があら可愛いもうねカラーが何とも言えないような秋らしいカラーで、ちょっとね画面上では赤っぽく見えるかなと思うんですけど、赤みはねこれよりちょっと抑えられてます。ベージュがベースのカラーで、それにブラウンと赤みが入ってるような感じです。
はい、もう本当落ち着いたカラーですごく大人っぽいです。これは8月21日から発売されてる新作コスメで、デコルテのあの人気のリップザ・ルージュのちょっとこう質感が違ったタイプのリップです。あの普通のザ・ルージュは塗ると本当にツヤツヤっていう感じで、なんかグロスいらずのリップみたいな感じなんですけど、これはちょっとねマットっぽいんですよ。ただ全然こう質感とかはスルスル塗れるので、かなりマットってわけじゃないんですけど、ツヤ感がちょっと抑えられてます。なのでこれからの時期にすごい向いてるんじゃないかなと思います。ソフトマットっていうのかな、なんかオイルとかそういう保湿成分もしっかり入ってるので乾燥する感じも全くないです。カラバリも結構多めの10色あります。こちらもまた改めてメイク動画で使います。はい、そしてラスト、ジョンマスターで買ったものをご紹介します。ジョンマスターで買ったものはコスメではないんですけど、こちら R&P のシャンプーとコンディショナーを買いました。香りがホワイトローズマリー&ペパーミントです。私以前にジョンマスターのシャンプーとトリートメントを使ってたんですけど、その時にね使ってた種類をね忘れてしまったんですよ。なのでね買う時にどれだったかなと思っていろいろ見てたんですけど、結局よく分からず選んだものがこちらでした。ちなみにこちらも使いました。やっぱりね前使ってたものと違うものを買ってたみたいで、なんか想像してたものと全く違いました。なんて言うんだろう、こうスースーするような清涼感、そういうのがあって、もうまずねその時点でえっと思ったんですけど、香りもねすごい独特で、もうペパーミントの香りがすごく強いです。なんか甘いような香りもするんだけどミントの香り強めで、なんか最近ねチョコミントにハマってるからなのか、もうねめっちゃ髪の毛がチョコミントの香りがします。多分ねチョコの香りってのはしないと思うんですけど、なんかもう私の中ではこれ使ったら本当に頭がチョコミントになります。で香りもねほんとずっと続くんですよ。多分ね頭皮にも髪の毛にもいいようなシャンプーとトリートメントだと思うんですけど、こうちょっとスースーするような感じがあったので、まあ夏に使いたかったなっていうシャンプーでした。もう最近は結構涼しくなってきてるので、まあ、とりあえず全部使ってまた違うものを買おうかなと思ってます。はい、という感じで今回はデパコスの購入品をご紹介していきました。まあ、今回は色味があるものはリップだけだったので、まだねデパコスでアイシャドウだったりチークだったり若干気になってるものもあるので、次はまたちょっと違ったブランドで買おうかなと思ってます。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では